はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジラでございます。鶴見注意ワンパンできるデッキが出来上がったんで、怪物に残していきたいと思う。ってことで、今回ウィンテッドがリーダーじゃん。カタナ天使水木属性が1100アタック300ということで、火力がな 300% アップするので、なのでリーダーじゃん。で、ここは火水 P 属性編集したデッキをもうって書いてあるので、属性ボムが最初火の、ボムなので、ワンパンの場合は火属性染めで、多分もしかしたら 300% のアタックのやつだったら、ワンパンいけちゃうかもしんない。ということで、一応シールドが破壊できないとダメなので、シールド持ちのキャラクターだっすよ。てんこ盛りって感じじゃん。わしは結構持っておるので、どこですか？もしかしたら、タンでもいいかもしれんな、これ。タンだと、貝で2ターンなんで、これでもいいかもしれん。加工貝という言葉を、作る感じでやればいいので、カとコが入っておるぞ。ってことでやってみよう。加工貝という言葉を作れて、シールドブレーカー持ちのキャラクターをぶっ込みましょう。なのでスーパーシールドブレーカーじゃなくても、シールドさえ破壊できればいいので、一応和紙の場合はスーパーシールドブレーカー天気盛りになってしまったので、こっちはスワバルとかかなり強いで、ここで気をつけなきゃいけないのはウィンテッド必ず入れてください。最後に多分ウィンテッド入れないと、ワンパン厳しいかもしれないね。バフが入るので、ウィンテッドでこのバフがかなり強いので、お魚さんと泳ぐのです。で、こんな感じに、ウィンテッドリーダーにして、あとはシールドを持ったキャラクターたちをもう一回やってみようか。もしくは、ウじゃなくてもイでも、はい、全然問題ないと思います。で、相手が、なんだっけ、メイ属性なので、火属性が有効なんだよな。火属性の、この、シールドブレーカーとか持ってたら、そいつをぶっ込んじゃって。はい。これでもいけるんじゃないかな。加工会。ウィンテッドのバフはかなり強い。まあこんな感じで、シールドさえ破壊できれば、かとこうぶっ込んだデッキだったら、なんでも多分いけちゃうと思うんで。昨日、ウィンテッドもし持ってたら、ワンパンな、で、やって、速攻、終わらしちゃうのもあるかと思うぞ。ってことで、今回はここまで、大魔王、オーマ、デイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。